皆さん、おはこんばんちは。ポリプおじさんです。ポリプ飼育を始めて、ついにやってしまいました。ポリプティを発生させてしまいました。ポリプティはポリプテルス特有の寄生虫です。実はポリプに肌荒れみたいな症状が出ていて、ろ過が足りてなくてカラムナリス菌が発生したのかと思っていたのですが、よくよく観察してみるとポリプティが原因でした。よく見ると、うにょうにょと何かが動いているのが見えますか？これがポリプティです。おそらく、最近、立て続けにポリプをお迎えしたので、そのうちのどれかについていたのでしょうね。導入の際に、目視でポリプティがついていないか、その都度確認はしていたのですが、どうやら見落としてしまったようです。気持ち悪いですね。早速、ポリプティの駆除を始めたいと思います。ポリプティとは、アフリカ熱帯域に分布する淡水魚であるポリプテルスと近縁種のアミメウナギにのみ寄生する。感染魚は石などに体をこすりつけこの寄生虫を落とそうとする。本来ポリプテルス特有の寄生虫のため、ある程度の耐性があるポリプテルスよりも生息域が異なり、ポリプティに耐性のないアミメウナギの方が感染魚の致死率は高い。この寄生虫に寄生されて起こる魚類疾患をマクロギロダクテルス症、またはポリプティという。最初は、カラムナリス菌だと誤った判断をしてしまったので、グリーン F ゴールド下流にて、薬浴していたのですが、途中でポリプティの存在に気づき、リフィッシュでの薬浴に切り替えることにしました。このアンソルギーが中でも一番症状がひどいです。本当にかわいそうなことをしてしまいました。エンドリケリーも背びれの部分が皮膚炎のようになっているので、エロモナス菌やカラムナリス菌による炎症かと最初は思ったのですが、これを拡大してよく見てみると。ここはもう、白い粉のお薬の力を借りるしかありません。リフィッシュはかなり強力な薬で、うちの120センチ水槽に対して 1g の投薬となります。そしてなかなか溶けにくい薬なので、ペットボトルで事前に鬼シェイクしてから、水槽全体に均一に徐々に行き渡るように投薬していきます。ちょっと多めに入れすぎたりすると、それが原因で水槽内の生態が全滅することもあるので、計量は本当に慎重に行ってください。ネットで調べてみるとよく見かける話なのですが、ポリプテルスは古代魚で薬剤に弱いから3分の1の量で薬浴をします。っていうのを見かけるのですが、私は規定量を投薬しました。個人的には、薬は定められた用法、用量を守った方がいいと思いましたので。それを言うと、リフィッシュは熱帯魚には使えませんって書いてあるので、もともと用法を守ってないっていう話なんですけどね。リフィッシュの効果で、寄生虫のポリプティは全く見えなくなりました。おそらく卵がたくさん浮遊していると思うので、念のために卵から孵化したポリプティを完全に駆除するまで、もう少し薬浴を続けた方が良さそうです。ちょっとまだ、皮膚のただれ具合が痛々しいですが、少しずつ状態は良くなってきています。とりあえず、落ちたりする生態がいなかったのと、症状も安定してきたので安心しました。今後は、リフィッシュでバクテリアが全滅しているので、水質の安定が課題になってきますね。定期的な水替えと水質チェックを気をつけて行っていきたいと思います。
の使徒ポリプテイはバクテリア全滅という犠牲と引き換えに殲滅された。だがポリプおじさんに笑顔はなかった。ポリプおじさんはチャームシブよりエアレーション器具を取り寄せる。第三浸水槽のバクテリア立ち上げを余儀なくされるポリプおじさん。強化される外部フィルターとろ過システム。次回ポリプおじさんチャンネル。男は黙って過剰ろ過。この次もフルーバルー。